今日は大町市の名店街に来てますけども、はい、そこの、まあちょっと見慣れないね、図柄があります、はい、そのことについて説明していただきましょう。これは2014年に、はい、美術祭が行われたんですけど、その時のこう目玉でこう街中で何か面白いことできないかって言って、はい、それでその時名店街の方で予算が取れるっていうんで、浅井雄介さんの参加を呼んでここに書いてもらったんですけど、なるほど。まあ、その浅井くんが、まあ、主なデザインなんですけど、その小さい絵は子供たちが、うん、ワークショップで集まって絵描いてたりとか、頑張り屋さんの子供たちが描いたものを切り取って、それを、まあ、焼き付けるんですけど、定着させていくんですけど、焼き付けるのは普通のバーナーみたいなのでいいんですか？そうですね、はい、普通のバーナーですね。なるほど、なるほど。まあ、その当時、はい、なぜそんなことをこうやろうと思ったんでしょうか？あ、その時はだから、その、まあ、あれですね、美術祭をやっていて、で、まあ、そのもっと前からそういう、ここで、ここがもうすごく、さっきの話じゃないですけど、半分ぐらい誰も住んでなくて、はい、んでもったいないなと思っていて、なんかやればこう人がまた集まって、はい、にぎわいが戻るんじゃないかって、まあ、そういう思いからですね、はい、それが十何年前ですか？8年前ですか？8年前、2014年でしたよね、はい、どうですか、その効果が少しは。いやと思いますけどね、まあ、それだけかどうかは分かんないですけど、それで人も集まってこう、お店も一応全部埋まったんですよね。埋まってるんですね。一応埋まりましたね、はい、まあ、やってないところもありますけど、はい、今後どんな風になってもらいたいと思いますか？いやもうでも今のままで、さっきの話でもないですけど、ね、やっぱ老朽化が進んでるんで、そういうのをね、うまく修理しながらっていうか、長く続けていければいいなと思いますけどね、この商店街。この雰囲気のまんまね。そうなんですよね。だからあんまりね、変な新しくしちゃうと、こういうアーケードってもうないですからね、本当。みんな今新しい形になっちゃってるじゃないですか。なんか天井高くてね、いい感じですよね。そうですよね。なるほど。このまんま。ぜひ、池田さんも、今後どんな風にこれを生かしていこうなんて思ってるんじゃないですか、なんか。そうですね、まあ。まあ、なんかまあやっぱもうこのまんまでこう綺麗にしていくというか、はい、そういうことがねできればいいかなと思いますけどね。ぜひ何か機会があったら頑張っていただきたいと思います。ぜひまた取材に来ていただいて、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。すみません。これですね。でこの入り口のあたりはね、はい、全部もうこう、まあ、その美術祭のテーマが水だったんですよね。大町の水っていうところがテーマだったんで、はいはい、まあ、川をこうイメージしてくれってこと、リクエストして、本来はあんまりこういう作品は彼は、その浅井君はやんないんだけど、はいはい、まあ、そういうリクエストで魚ですね。魚とかさ、流れがあるんですね。そうそうそう、イカとかタコとか、はいはいはい、タコもいますよ。あ、いたいたいた。そう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 、まあ、そういうリクエストです。これ、この辺もね、全部彼が、はい、書いた、どうぞどうぞ、試作品こういうの多分誰か子供が描いたやつだと思う。あ、かわいい、ね、お子女みたいな、うん、外れてるやつだね。あ、この猫ちゃんとか、めっちゃかわいい。だからあんまりうまいやつは多分違うんだけど、これは多分子供が描いたやつ。うん、なんか下手な方が、まあ、面白いっちゃ面白いような、こういうのとか絶対そう。人間が何か持ってるやつですね。これはね、友達の女の子が、友達の女の子が、まだ妊娠、そうそう、妊婦さんの時にこの辺を、これはもう今もすごい残りますね。すごい大きくなってる。で出てきたまでなんかそう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 、本当なってる、伝わってる、すごい。あとここヒマラヤンシェルパーっていうあれで、
ここのオーナーが描いたのがこのエベレスト。あ、本当だ。あ、もう看板と同じ山の絵が描いてますね。そう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 、本当だ。見せるか、ヒマラヤの山を案内する、はいはい、職業のことを、はいはい、言うらしいんですけど、すごいね、冒険家の、 三浦さんとかを案内したような人なんですけど、でその人をその人を愛に、だから聖地みたいな感じ、この山登りの人の聖地巡礼みたいな、そうそうそう、山岳博物館行ってここでに来るっていう人結構いますよね、そういう方ね。あ、僕の作品これ、作品、うん、このあれです。ここは、これコンセプトは特にないです。これです。これとこれです。あ、なんかすごいじゃん。はい、特に何も考えずに。あんまりじっくり見ないから、最近。改めてじっくり見ると、ね、本当に面白いですよ ね。見ててすごい飽きないです。ね、いろんなとこ探しちゃいますね。僕たち関係ないんですけど、はいはい、すごい昔に、ね、どれですか、どれですか、あ、このネズミの、はいはい、これもアリスか、ネズミじゃないですね、あ、じゃあおそらくリスですね。これとなんかつながりがあるのね。そうなんですよね。でもまあ、でもどことなく似てるような、そうですね、でも尻尾の模様が一緒ですね。同じ名店が言ったらこのことなんですよね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。どうですか、8年前にこういうイベントをして、今、ね、改めてこう注目すると、どんな思いが。ね、いや、ずっとこう残るもんがあるって、なかなかね、できないじゃないですか。すぐ片付けちゃうことですけど、はい、まあ、うん、ね、まあ、僕たちはそれ企画してやっただけですけど、はいはいはい、それをの話を持ってきたときに、名店街の人が全部受け入れてくれて、できたっていうのは、で、名店街の人たちの協力もすごくあったんですよね。まあ、協力しないとね、1日とか半日潰れちゃうもんね。そうなんですよね。だから、やっぱ通り道のところでね、やっぱり、ちょっと避けてもらったりとか、いろいろしながら、絵描くのも手伝ってもらったりとか。最後の方はもう夜遅くまで、徹夜じゃないけど、まあ結構そんなんで追い込みやってたんですけど、やっぱね、遅くまで感じるの、いや、12時ぐらいまでやってる時ありましたよね。もっと12時、一番最後に12時、もう3時ぐらいまでやってたかな。でも、まあ、こうやってね、人がいろいろ歩いても、もっと賑やかな時もあるんですけど、その時は、良かったなと思いますよね。そして今のその芸術祭にもつながってるんですよね。まあ、そうですね。芸術祭のここもやっぱ会場になってますね。はいはいはい、今後まあ大町全体を見てどんな思いがあるんでしょうか。え、大町全体をですか。いや、そんな恐れたくあれはないですけどね。でも、はい、僕も、もともとは東京からこっちに来たんですけど、あ、そうなんですか。うん、僕が来た時はすごくいいとこだなと思って、うん、こっちに来たんですけどね。大町の良さを。だから、もっともっと人が、まあ今、若干増えてるんですよね。そうですよね。うん、移住者がというか、大町だけですね、長野県全体でね。長野全体盛り上げていね、いきたいですね。そうですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お世話になります。はい、お願いします。